パラマッチ TV。 皆さんこんにちは、 OHK アナウンサーの今川奈緒です。ここからは OHK アナのクスクスのコーナーをお楽しみください。今回のテーマはこちらです。新人さんいらっしゃい。なんか私が滑ったかのような今気持ちになったんですけど、聞いたことあるフレーズですよね。実はですね、先日 OHK アナウンサーの公式インスタグラム、そしてナンションの方でお披露目がありましたが、この4月で OHK アナウンサーに4人の仲間が増えました。今週はその新人さんいらっしゃいということで、月曜から木曜まで1人ずつを深掘りしています。皆さんお待たせしました。今日ご紹介するのはこのアナウンサーです。はじめまして、北海道出身の佐藤樹里です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう佐藤樹里ちゃんはナンションの方でも一人の出演も終えて、この OHK アナのクスクスは初めてですけど、はい、今の気持ちどうですか？そうですね、今もまだドキ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 してるんですけれども、今川さんがいるので大丈夫かなと思って今日頑張りたいと思います。安心していろいろたくさんアピールしてほしいなって思います。はい、お願いします。はい、今日は皆さんに本当に佐藤樹里ちゃんのことを一つでも多く知っていただこうと、こんなものをご用意しました。何でしょうか？こちらです。はい、プロフィール帳、懐かしいですね。懐かしいです ね、 このプロフィール帳というのが2000年代前半ですごく流行っていたので、もう樹里ちゃんもまさに世代だったと思うんだけど、はい、使ってましたか？もう使ってましたね。絶対知らない子にはまず書いてもらおうという気持ちで出してました。好きな子とかにも渡して、はい、あの好きな人がいるかいないかのところ、どっちに丸つけてるんだろうってね、これ私かなってそう、本当に私たちのもう甘い青春の一つなんですけど、今このご用意した大人のプロフィール帳というのが流行っているみたいで、特別にご提供いただいたので、今日はこちらで樹里ちゃんのことを徹底的に深掘りしていこうと思います。樹里ちゃん、意気込みどうですか？はい、奈緒さんにたくさん深掘っていただきたいなと思っています。はい、よろしくお願いします。じゃあブロックごとに見ていきましょうか。はい、最初からお願いします。はい、私はの名前は佐藤樹里です。2000年の1月24日生まれの水亀座です。血液型は A 型で、利き手は右利きです。みんなからはジュリ、ジュリちゃんって呼ばれていて、自分では結構おてんばな性格なのではないかなと思っています。お休みの日はお散歩をしています。そして、趣味は料理、そしてショッピングとか掃除をすることが好きです。で、特技は筋トレ、そして歌を歌うことが大好きです。で、マイブームは似顔絵を描くこと、で、肩書き、職業はアナウンサーです。で、出身地は先ほども言ったんですけれども、北海道札幌市出身です。で、兄弟は実は3姉妹の真ん中です。はい、で、身長は奈緒さんより少し低めの149センチです、うん、で、靴のサイズは実は奈緒さんと一緒で 22.5 センチです。はい、ありがとうございます。わ、気になるところいっぱいありますけど、あのジュリちゃんがおてんばっていうのはもうちょっと分かってきてます。おてんばというか元気だよね。そうですね、もう本当にずっとうるさいぐらい元気だなって思います。その自分がおてんばって感じるエピソードとかある？やっぱりこう公園とか行くとあんまりこう元気、なんて言うんだろう、小さい頃ってみんな怖いなって思うかもしれないんですけど、私はもう一番に走っていって、こうブランコとかどういう乗り物かもわからないのに、体を上からこう乗せてブラーンブラーンってするところが、もう両親からはあんた本当に男の子みたいだねってずっと言われていました。おてんばだし怖いもの知らずだし、でもアナウンサーとしてはこれ皆さん多分何でも体当たりで挑戦するんじゃないですか？ぜひ。え、体当たりで。ちりちゃん NG なし？なしですよ。おお、はい、頼もしいですね。じゃあそういうものはジュリちゃんに奈緒さんと一緒に一緒にやっていこうと思います。はい、で、特技筋トレ。はい、筋トレ、どんなことやるの？もうお腹、腹筋周りとかもやりますし、
あと何しますかね。背筋とかも普通に。それ日常的に、はい、好きなんだ。体を動かすことが好き。そうですね、もうお風呂入る前に筋トレして汗かいてお風呂に入りたいです。いやもうすごいパワーがみなぎっているのが伝わってきますよね。そうなんだ、うん、でもなんか本当ジュリちゃんのチャームポイントが小柄なところだと思っていて、身長149センチ、もうついに私より身長低い子が入ってきてくれて。なんだっけ、ジュリちゃんの自己紹介の時に、はい、ドサンコの小さな巨人ですね。どういうことですか。北海道出身で、北海道とはもう本当に真反対と言えるぐらい小さいんですけど、でも声の大きさとかもうドーンってこう構えてる感じが巨人っぽいかなと思ってつけましたね。キャッチフレーズ、小さな巨人で覚えてください。あとね、気になるのが、はい、マイブーム似顔絵を描くこと、はい、これはもう書いてあるので、はい、まあ、もうすぐにできると思って、うん、ごめんなさい、無茶ぶりで用意しましたスケッチブック。これから言うアナウンサーの顔を描いてください。もう強制的に始めます。はい、では篠田アナウンサーの似顔絵を描いてください。いきます。はい。待ってくださいね。これ人間の髪の毛、髪型って、髪ある、いや髪の毛髪ありますよ。しっかりこういう感じだった。え、あれ、あれ、おかしい、おかしいな。篠田さん、どういう顔でしたっけね。これ皆さん衝撃的な映像が流れるかもしれない。結構ね、私も似顔絵得意と言わせてもらってて、はい、クスクスでも描いてきたんですけど、画伯が生まれるかもしれない。いい感じじゃないですか。はい、終了。見せてください。いきます。うん、篠田さんです。じゃーん。どうですか。誰ですか。どういうことですか。髪型が思い出せなくてですね。 いつもこう7対3でこう分けてらっしゃる。そう、ね、そう、7対3でした。結構ツンツン。全然イメージと違う。はい、皆さん、佐藤樹里ちゃんは画伯ですね。でもちゃんとこう食いしん坊な感じで舌が出てるのと、あとこうお肉もね、近くに置いて、うん、食べてるのを出してみました。眉毛は立派です。でもなんかその笑顔とか、ちょっとお茶目な表情してるところは、うん、篠田さんにそっくりです。うん、篠田さんもすごく明るくて元気で、本当パワフルな先輩なので。そう思います。ちょっと悲しくなってきちゃった。この姿見たらもうしまいますね。失礼しました。でもこう皆さんの顔を覚えたくて、うん、結構似顔絵をこう名前の横に書いて持ち歩いてます。見たくない。それが上手くて、同期からは特徴つかんでるねって言われます。本当です。はい。ちょっとまだ腑に落ちてないけど、うん、今後じゃあクスクスでもそういう企画にぜひやって証明してください。はい、上手にコンパクトに書けたらなと思います。お願いいたします。では次のブロックいきましょうか。はい、大人になったと感じる瞬間は、こうパンプスを履いて会社に向かう時です。うん、で幸せを感じる瞬間はやっぱり美味しいものを食べている時です。で好きな言葉は、やらずに後悔するよりもやって失敗しろという言葉です。うん、この座右の銘、うん、好きな言葉がすごく頼もしい、かっこいいですね。ありがとうございます。これはいつ頃からこの目標を掲げてるんですか。そうですね、中学生の頃からだと思います。やっぱり高校受験にこう向かってくる時に、うん、受験の時、どんな試験の時もまずはこうやってみないとわからないから、やってぶつかってダメだったら諦めるみたいな。諦めちゃうんだ。私は諦めないんですけど、できる限りもずっと突き進んできましたね。じゃあアナウンサー目指すという時も、うん、はい、その気持ちで続けてきたんですか。そうですね、もう絶対諦めたくなくて、まずはやってみようという気持ちで、とにかくいろんなエントリーシートを書いて出し続けましたね。その強い気持ちでこうやってアナウンサーになって、はい、追いつきアナウンサーに入ってくれても嬉しい限りです。もう嬉しいです。私も入社できて。よろしくお願いします。さあ次行きましょう。はい、好きな食べ物はイチゴです。好きな色は今日も着ているんですけど、ピンク色の
洋服だったりとかオレンジが大好きです。で動物はここら辺にもいるんですけど、うん、犬がすごく好きです。好きな飲み物は甘いアイスココアが好きです。で柄は結構花柄が好きですね。でスポーツはこう高校時代にチアリーディングをやっていたのでこうチアリーディング今でも見ることも好きです。へー、はい、で好きな場所は海とかが好きですね。で家の近くだとこう旭山記念公園というところによく行っていました。うん、で香りはローズ系の香りがすごく好きです。で音楽はトイレ掃除の時用のトイレの神様だったりとか私が A 型なので西野カナさんの A 型の歌をよく歌っています。で、好きなキャラクターはスヌーピーとスージーズーと言われるクマのキャラクターがすごく好きです。でお店は家電がすごく好きなので家電製品系が売ってるお店がすごく好きです。好きな本は犬と私の10の約束、そして好きな雑誌はノンノ、よく見ていました。でもらえると嬉しいプレゼントはぬいぐるみです。かわいいでチャレンジしてみたいことはやっぱりこう体当たり系のバンジージャンプ挑戦してみたいです。で今一番欲しいものは人をダメにするクッションです。最近のいい思い出は母と名刺交換をしたことです。わ素敵。もうちょっと今のねブロックで本当パーソナルな部分いろいろ出たんじゃないかなって思うんですけど、はい、まず好きなその場所、やっぱり出身の北海道の、はい、どんなところが魅力ですか？そうですね、昼間と夜でかなりこう見えるものが違うんですけど、もう札幌一望できるぐらい、ね、高いところにある公園なので本当に小学生の頃からかなり通ってましたね。そうなんだ。そうなんです。岡山、香川に来て、うん、瀬戸内海はもう近くで見た？車で通って見たんですけど、でもその景色も穏やかだし、はい、朝日もいいし夕日も本当に綺麗だからこれからぜひ見て楽しんでほしいです。はい、景色系がすごく好きなので楽しみです。じゃあ、はい、素敵だね岡山、香川で。いや、でも星もすごく見えるんですよ。美星町っていうところが、はい、特に星がすっごく綺麗に見えるから行ってほしい。行きたいです。もう本当に星がすごく好きなので、うん、ぜひ楽しみだねこれから、はい、もうワクワクしてます、ね、そして、はい、スポーツチアリーディング、はい、これ何年間やってたんですか？これは本当に3年間ですね。高校3年間やっていまして、うん、もう初めは本当に初心者ばかりが集まるんですけど結構高校強かったので、毎年全国大会で東京まで行ってます、ね、すごい。そのチアリーディングってなんかその、はい、みたいなあるじゃん、はい、こういうのがあるじゃない、はい、何かできたりする？そうですね、じゃあモーションと言われるポーズなんですけど、うん、行きますね。 Go! Bye! Me! 素晴らしいやっぱ笑顔がもう最高素敵ですねそのチアリーディングとして、はい、いろんな人元気づけたりそうです、ね、笑顔にしてたっていうのがもう伝わります伝わりますかね、うん、もう本当にでも結構辛いんですけど組体操なのでもう上にこう人が乗っかるという競技なんですけどやっぱりちょっときつくて笑顔になれない瞬間も無理やりみんなでこう支え合って笑顔にするっていう競技なので今でもふとした瞬間に笑ってますあちょっと怖いんですけど今日もずっと確かに笑ってるかもしれない、はい、食器洗いとか掃除してる時もこう気づいたらこう口角が上がっていて怖いです。でもこれってすごくでもいい心がけ本当に、うん、素敵なことだと思います、うん、今考えたらまあずっと笑っていられていいんですけど、うん、周りからは怖いですねってこうはいずっと言われてきました。皆さん街中で笑っててもそのままにしてあげてください、はい、本当にね気になることがたくさんあるんですけどちょっとあと一個音楽この A 型の歌、はい、どうそのワンフレーズ歌ってもらってもいいですか、はい、だって私 A 型だしやっぱり何事も繊細みたいな。かわいい、はい、本当にこう A 型に特化した曲で当たってるんですよ。当てはまってるんだ、はい、なんか扉が少しだけ開いてるのが気になったりとか、うん、でも実は家の中がちょっと汚いとか掃除好きってさっき言ってたもん。そうなんですよ。そうなんですけど疲れてる時はやっぱりこうちょっとボンってこう
はい、そっか、じゃあ皆さんぜひ一回 A 型の歌を聴いてみて、うん、その後にジュリちゃん見返してみてください当てはまってるところあるかもね。かなり当てはまってると思います、はい、あとねもう一つ、はい、最近のいい思い出、うん、母と名刺交換をしたこと、これすごい、はい、なんか素敵です、うん、もう嬉しかったですね、うん、まず名刺をこういただいたことも嬉しかったんですけど、やっぱりこう母と改めましてっていう感じでこう、まあ、画面越しだったんですけど、うん、こうカメラ通話の中で、こういうものと申しますって本当にそうやって挨拶して交換したんだもう嬉しかったですね、うん、やっぱりこれはでもお母さんも嬉しいでしょうね喜んでもらえてたら嬉しいですじゃあ次いきましょうか、はい、ね、お菓子ベスト3にさせていただいたんですけど、うん、で3位はカステラが入ってます。で2位はやっぱり甘いチョコレートが好きです、うん、で1位はグミを入れています。お皆さんぜひジュリちゃんに甘いものをお願いいたします、はいはい、もうクミさんはいつもこうチョコレートを持ってきてくれます。そうチョコです。クミさんはいつもお菓子くださる優しい先輩です、はい、そうなんですさあ次行きましょうか、はい、こちらですね、うん、もしもコーナーです。生まれ変わるなら男の子のアイドル系男子になってみたかったです。で魔法が使えたら相手の気持ちが分かる魔法が使いたいです、うん、1ヶ月休みなら実家でゴロゴロしたいですで300万円が当たったら半分は貯金をして半分は旅行に行きたいと思っています。おえ魔法が使えたら相手の気持ちが分かるって、うん、はい、この森下かのんちゃんも同じことを言ってて、はい、なんでなんで、あの結構こう同期の森下ちゃんとすごくこう考え方が似ているなと改めて思ってるんですけど、やっぱり今新しく入ってきて相手の気も何考えてるんだろうみたいなのが難しくて、私どう見られてるのかなとかすごく気になって結構心配性ですね。そうか心配性なんだ、はい、なのでちょっと不安に感じて相手の気持ち今何考えてるんだろうが分かったらいいなってなるほど、ね、はい、でも、ね、藤本さんも昨日言ってたんですけど、うん、私もちょっとね怖い、相手の気持ちが分かったら怖い派ですね、うん、怖い派知りたくないことも見えちゃうかもしれない、ね、あと実家でゴロゴロしたい、1ヶ月休みなら実家でゴロゴロしたいは、うん、えジュリちゃんじっとできる？できませんできないんですけど、こうやっぱり家帰ってずっとご飯作って洗濯物して掃除をしてってこう今思えばお母さんお父さんってすごいなって改めて思って、うん、だからこそ実家に帰って昔の、はい、何もしない子供の頃に改めて戻りたいなと。そういうことで、はい、でもそうだよね、社会人になって一人暮らし始めて、うん、全部一人でやらなくちゃいけないから、うん、本当に実家のありがたみを感じるよね、はい、もう本当に両親ってすごいなって改めて思います。ゴロゴロしたいね、はい、したいですね次行きましょう、はい、おにぎりの具材ですね、こちらですね、うん、はちみつ梅が好きです。ラーメンの味はやっぱり札幌といえば味噌ラーメンです。で好きなお鍋はトマト鍋が好きです。で、粒あん派、こしあん派、私はこしあん派です。そして上に行きまして、お寿司のネタですね、こちら八角と呼ばれる魚のネタが好きです。カレーの辛さは甘口です。でお味噌汁の具はわかめと豆腐が入ったものが好きです。でたい焼きは尻尾から食べます。でプリンの硬さは結構プルプルくらいが好きですでよく飲むお酒は結構甘めのカシスオレンジが好きです。でおでんの具は味が染みたゆで卵が大好きです。で目玉焼きにはベーコンがベストですね。で卵焼きは甘い砂糖とハムが入ったものが好きです。で好きなおつまみはジャーキーが好きですピザの生地の厚さは分厚めですね力強く言いましたね、はい、でとんかつにはソースをかけます。お、はい、で下の方ですね、うん、
ちら側の苦手な食べ物アレルギーはアレルギーなんですけど、あの高校生の頃に発症して、そうですね、北海道でたくさん美味しいものを食べたせいか甲殻類、軟体類、貝類がアレルギーになってしまいました。はい、で最後の晩餐は大好きなオムライスです。結構食の好みがバッと出てきましたけど、はい、お寿司のネタ、うん、八角ご存知ですか？知らない。そうなんですよ、あの実は萩原さんお魚好きなんですけど、うん、萩原さんも知らなかったです。何あの本当に細くてとんがってる魚なんですよ。こういうくちばしのお魚で、うん、北海道ならではみたいです。北海道ならではなんだ。そうなんです。白身魚なんですけど、味は結構あのやっぱ寒いところで育った魚もあって、結構コリッコリじゃないんですけど歯ごたえはいいですね。はい、だからお寿司のこうシャリの柔らかさと上のコリコリ具合がかなり好きです。食べたくなる、はい、でもそっか、やっぱり北海道、瀬戸内海もお魚すごく美味しいけど、はい、北海道ならではのお魚も多いよね。そうなんです。でもやっぱりこう岡山に来て回転寿司に行ったんですけど、うん、美味しいです。あ、美味しい、はい、岡山も負けてないなと思いましたね。まだまだこれから出会うからね楽しみですね。そして、うん、好きな鍋、トマト鍋、はい、珍しい。本当ですか、うん、トマト鍋はもう大好きです。で中にこう手羽先入れたりとか、チーズも入れて。手羽先鍋に入れるの？そうなんですよ。入れないんですかね。私愛知県出身で手羽先の文化で生まれたけど、はい、入れない。あれ？トマト鍋に手羽先、はい、手羽先、すっごい美味しいんですよ。ちょっと今度ちょっとやりましょう一緒に。そうなんだ、はい、知らなかった。で最後もこうリゾットにもできますし、そこも美味しいんですよ。チーズも入れて、締めが最高です。いいね、すごい。ジュリちゃん食べるの好きって聞いてたから聞くと食べたくなるね。お腹空いてきてください。そして、はい、卵焼きの味付け、砂糖とハム入り、はい、これお母さんがずっと作ってた卵焼きなんですけど、甘いです。甘口なんだ。はい、すっごい甘くて、なんならハムも入ってるので珍しい、はい、甘くて大きめですね。が大きいです。かなり大きかったと思います。そうなんだ、はい、食べ応えがあるね。そうです、インパクトありましたね。さあ次行きましょうか。はい、次はあなたはじゃあどっち派ですか、ね、はい、私は犬派です、うん、で休日はやっぱりアウトドア派です。朝食はあご飯って書いてるんですけど、あのやっぱ簡単なパンを最近は食べてます。で返信はすごく早いと思います、うん、タケノコの里派です。絶叫系は本当に大好きです。ふるさと納税はまだしていません。はいはい、犬というのは、はい、確かに人懐っこい感じとか元気なところとかわんぱくな感じが本当にぴったりそうですよね、うん、でもこう実家でも犬2匹飼っていて、そうなんです。でも今1匹だけになっちゃったんですけど、うん、やっぱり犬が大好きな家系で、もうすぐペットショップに飛びつきますね、家族みんなで。そうだ、はい、あえて寄らないようにします。あ、買っちゃうので。そうです、あのちなみに私岡山住んで、はい、ペットショップ一人で行って買っちゃったので、はい、ほらほら危険。そうですよね、びっくりした。お目がもうかわいい。その下、はい、休日はアウトドア派っていうのはもうジュリちゃんもうそのまま、はい、何が好き？今はまだ全然岡山付近を知らないので本当にお散歩していますね。どんなところ？公園とかも。そうです、そうです。道とかを公園とか行ったりとか、もう同期でこの間も公園でバドミントンをするくらい、はい、みんなを招集して体動かそうみたいな感じで。でもね、4人本当にすごく仲良しで、うん、いろんなところ行ってるって言ってたから。そうなんですよ、すごい仲がいいので、うん、みんなすぐ来てくれますね。頼もしいね、頼もしいです。そうか、そして絶叫系好きです。好き、大好き。私もちょっと何か企画しましょう。ぜひ。あの本当に得意なので、もう
どんなのでもいけます。本当に、はい、バンジージャンプやりたいって言ってたよね。はい、私もやりたい。やりたいです。やっぱり行くしかないですかね。お願いします。あの、ね、なかなかド S なディレクターさんが多くて、うん、やりたいって言ったらやらせてもらえないので、このジュリちゃんに乗っかって、はい、ぜひお願いします。はい、じゃあ次連想ゲーム、はい、行きましょうか。連想ゲームですね。かっこいいアナウンサーは萩原さんです。そして、え、面白いのは篠田さん、はい、でおしゃれなのは、美代さん、中塚美代さんですね。で、可愛いはやっぱりこう今がアナウンサーです。で、天然は藤本久美さんと書かせていただきました。かっこいい萩原さん、どんなところが。いや、もう声も、うん、笑顔も怪しいな。もうスーツを着こなしている姿も、いや、そう言ったら本当に岸下さんとか篠田さんも皆さんかっこいいので、改めてこう生で見て、皆さんかっこいいなって思ってます。そうですね、はい、確かに私もなんか先輩方見てて、そのもちろん見た目もそうですけど、中身も芯があってしっかりしてて、はい、本当に尊敬できる先輩方ばかり。わかります、男性もう本当にかっこいい3人が揃ったなと思います。本当です。じゃあそこに新しく長尾くんが加わって、はい、そうですね、4人でちょっと OHK の顔として頑張ってほしいですね。ぜひ頑張ってほしい。そして、あのね、天然、はい、藤本さんは分かります、はい、分かりますよね、どんなところが。あの、こう一緒に、まあ、お昼ご飯を食べた時もこうちょっと私が言ったら、えっ、可愛いですよ。反応が可愛くてふわふわしてる感じ、あの、意外となんか皆さんにもこう、え、そうかなってこう同期にも言われたんですけど、うん、私的にはかなりふわふわなお姉さん。ね、これ言ったら怒られそうなんですけど、はい、あの、よく旅行とか一緒に行くんですけど、一緒に話してて、はい、急になおちゃん、ちょっと今から話ビブラートに包んで話すねって言われて、はい、え、ビブラート、あのオブラートをビブラートって言ったりとか、なんか本当に一個一個が発言も可愛らしくって、本当にね、お茶目な先輩、可愛いです。これからたくさん見つけてください、はい、もっと皆さんの天然さを見つけたいと思ってます。さあ、ちょっとね、時間許す限りでいろいろご紹介していきましたが、結構徹底的に深掘りできたんじゃないですか、うん、かなり私のことを深掘っていただいたと思います。やってみてどうでしたか。いや、そうですね、やっぱりこう言葉にしてこう書いてみると、私こんなの好きなんだなとか、え、これ意外となんだろうみたいなのとかも迷いましたし、書くのに時間がかかりましたね。これだけ項目があったら、で、今本当にこのクスクスの中でも紹介しきれなかったことたくさんあるので、ぜひ皆さん何回もこの YouTube にアップされてから見返して、何回もそこの部分止めて拡大してチェックしてください。ぜひぜひ、はい、チェックしてください。そして、まあ、そんな佐藤樹里ちゃんのことを知ってもらおうということで、うん、SNS の方も始めたんですよね。はい、そうなんです。こちらですね、アットマーク SATO アンダーバーの JURI、 そしてアンダーバーで、はい、アカウントやっています。はい、こちらもこれからどんどん更新していくと思うので、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、今回この大人のプロフィール帳でこれだけじっくり紹介しましたが、年齢重ねてからこうやってやるのも新しくていいって思いますね。そうですね、うん、小学生の頃はもうかなり適当に書いていたと思います。本当に好きな子いるいないとか、友達多い多くないみたいなところだけをすごい重点的に見ていたので、うん、今思えばこんなに一人のことを分かるプロフィール帳なんだなって思いました、なので、うん、ぜひ皆さんこの機会にちょっといろいろやって皆さんに交換したりとか、ちょっと挑戦してみてください、そして1年後もしかしたらまたジュリちゃんバッと変わってるかもしれないので、ちょっとそういうところも、ね、楽しみに見ていきたいななんて思いました。はい、今日は佐藤ジュリちゃんのことを紹介していきました。皆さんこれからも佐藤ジュリちゃん、そして OHK のアナウンサーのことどうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後はあのチアリーディングのワンフレーズで締めましょう。はい、はい、頑張ります。いきますよ、お願いします。 Go! Bye! OHK! 素晴らしい。ありがとうございました。皆さん OHK の新人アナウンサー、よろしくお願いします。